さあ始まったかな。どうもこんにちは、じゃねえわ、こんばんはでしたね。はい、こんばんは、どうも松江氏です。さあ今回はですね、ライブ配信っていう感じでですね、お約束してました、松本山雅のですね、前半戦の MVP、MIP をみんなで決めようぜっていうですね配信と、あとはですね、山雅とですね対戦して脅威だった、まあ印象に残ったベストイレブンをやっていこうかなと思っております。そちらの方もですねよろしくお願いしますっていう感じで、今回2本立てですっていう感じでスタートいたします。よいしょ。さあというわけでスタートいたしました。さあ今日はね、もうツイッターの方にね拡散してきましたので、まあ今日はあれかなっていう感じで、ツイッターの方にね拡散する必要はないという感じで、はい、今日はですね、まあゆっくり、まあお酒飲みながらですね、みんなとですね、前半戦の山川の前半戦の MVP と MIP をみんなで決めて、そしてですね、山川と対戦して、印象に残ったベストイレブンを組んでいこうっていうですね配信でございます。そんな感じでですね、まあ一応1時間半を予定してますっていう感じで、よろしくお願いいたします。1時間半か1時間ですね、はい、よろしくお願いします。さあそんな感じでですね、早速ね、松本山が良すぎた男くん、ありがとう、一番乗りですね。MVP は前、ユーティリティどのポジションにもいいパフォーマンスをしてくれた。いやー、確かにね、前くんは僕も考えました。はい。いやー、前くんはね、本当にね、前いなければ結構前半戦きつかったのかなって僕も感じはしましたね。はい。あとは、該当者なしって言っていいくらいだけど、明日やってくれるんじゃないか。豊かに前向かしたら終わり。イスマイラはマジガチ怖いね。イスマイラは確かに怖いですね。あと豊かはね、確かにそうですね、豊かは本当にね、前向かしたら本当に怖いっていう選手はああいうことを言いますよね。そうそう。あとは、まもろさんありがとうございます。松田さんこんばんは、じゃこつこんばんはっていう感じで、はい。あとはねかなね、本当にね、そう、今日のね、今日ね、僕ちょっと仕事だったんであれですけど、寝る前にね、ちょっと京都サンガの試合見ていこうかなと思って、はい、京都サンガは僕、前から言ってるのは J2 のリバプールですね。本当にリバプールみたいなサッカーにすごく似てますね。4-1-2-3も使うし、ハードワークもするし、あとは前線に、なんて言うんだろう、フィルミーノとはちょっと違う選手かな。うん、そうそう。あと、カットインっていうか、ダイアゴナルランが得意な選手、そうそう、そういう選手いるから、確かにね、そう、ね、今ね、そう、萩原ね、そう、荻原かな、そういう選手も怖いっすよね。確かにね、あと誰だっけな、怖かったの、うんと前、忘れちゃった、ごめんなさい。ちょっと J2 の、いや、J2 のちょっとあれ見ていきますね。誰だったっけ、前僕が、この選手怖いなと思ったの。松田天馬も当然ながら怖いっすよ。誰だっけ、白井だったっけな、忘れちゃったな。ごめんなさい。ちょっと忘れてしまいました。あとあれっすね、荒木も怖いっすね、荒木大吾ね。荒木大吾も僕は怖い選手の一人っすね。あとはね、あとはヨルディ・バイスかな。うん、バイスは本当にちょっとな、レベチだからな。あ、竹富だ。そうそう、竹富もちょっと僕は怖いっすね。そう、荻原拓也もね、確かに嫌な選手ですよね。はい、そんな感じかな。あとは、長期勢の采配っすね。長期ジェの采配は本当的確ですよ。長期ジェは本当にね、僕あれですね、山鹿で一番対戦したくない監督の中でも入りますね。ベスト10に入るくらいの、っていうか本当にね、湘南時代でのリーグ戦で、湘南時代、長期ジェの湘南時代で勝ったのって、多分真面目な話、山鹿ってなくないないんじゃないですか。多分天皇杯で1回勝ったきり、だったかな、忘れちゃった。多分勝ってないんじゃない、
そうそう、もうちょっとね、視聴者さんね、僕も感じちゃった視聴者の方ね、来たらやりたいと思います。さあ、そんな感じで僕もですね、視聴者さんってところで感じましたね今も言えてなかったちょっとこれ話さそれちゃうけど、この間健太さんの動画見たんですよ。滑舌がちょっと言えないやつ。そう、視聴者さん、僕も言えてないけど、なんだっけな、視聴者さん、なんだっけ、初出場か、無観客とか、そう、あと浜辺みなみだっけ、浜辺みなみなんだよね。そう、あれはちょっと面白かったですね。で、あれ僕ちょっと加えようかなと思ったのは、解説中ですね、はい、僕が一番苦手なやつですね、解説中、僕の滑舌が悪いっていう、まあ、報告なんですけども、これは、はい、言いづらいっすよ。だって初出場は確かに言いづらいわかる、初出場は言いづらいのと、あとなんだっけ最初に言ったの忘れちゃった。確かに言いづらい、あとなんだっけな、選手で一人すげえ言いづらそうな人いたんすよね、はい、僕の場合はあとイントネーションが結構気になるっていうコメント多いですね。例えばなんですけど藤田いぶき、結構多かったっすね。あれはどっちなんすか、藤田いぶきどっち、どっちなんだろう、もういいやなんだっけな、僕がイントネーションのところですごい気になったの、あとそうそうそう、注意されたのはアルビレックス新潟、あれって何ですか、アルビレックス新潟どっちあれも気になる、僕結構イントネーションのところ注意されるんですよね、これね、本当にね、この間出したね、滑舌あるある、確かによくわかるわ、あれは、本当に僕もよく間違えますもん、本当に、あれ動画だと結構切ってますからね、僕。あとは、そう、なんだっけ、毎回僕が間違えそうになるのはビファーレン長崎とか。バンフォーレコーフとかですね、なんかちっちゃいアとかオとかがつくチームですね、結構僕滑舌間違えやすいんですよ、ここてかイントネーションか、イントネーション間違えやすいんですよ、これ。さあ、まあ、そんな感じかな。さあさあ、そんな感じでね、ちょっとねこれ以上喋ってもあれなんであれですけども、はい、ね、時間が長くなっちゃうんで、もう始めよっかな、はい、まあ、始めますかっていうわけで、コメント来てますね、はい、なんかこれもねおかしくなったね、今コメント来てますねって、はい、なんかロボットのように言っちゃいましたね、はい、明日のキーポイントは左の荻原を宮部がいかに抑えられるか、あー確かにそうだね、本当怖い選手ですからね、荻原。っていうか、普通にね、長期勢の采配とかも結構気になるところっすね。だから、ある意味、明日の試合勝ったら結構でかいと思いますよ。あとは、MVP 前、MIP 河合国友七海さん。あー、わかるわー。MIP、あー、でもね、この MIP って意味は、一応、その前半戦で最も、まあ、インパクトを与えた選手、そう、なんて言うんだろう、この選手成長したなとかいうタイプの感じでいくんで、ちょっと僕とは路線が外れますね、この時点で。七海さんは確かに MIP 分かるわ。すごい分かる。あとは、守さん、ヨルディバイスはいい選手ですね。そう、いい選手、本当に。ヨルディバイスは本当にね、去年からね、僕ずっと言ってるんだけど、J2 レベルじゃない、あのセンターバック、本当に。レベチ。ちょっと異次元なレベル、本当に。あとは、
対戦して印象に残ったイレブン、栃木 SC 最低あー栃木な、忘れてたけどな。そう栃木はね、印象に残ったイレブンに残るよね、確かに。確かに最低ですよね、あれは。ちょっと最低って言い方も変なんですけども、山賀もちょっとやってるんで、確かにね、栃木はね、わかるわ。ちょっとラフプレーはね、いただけないっすよね。ね、ああいうプレーね、ぜひともね、山側しないようにしていただきたいっすね。はい。いくら報復行為だと思っても、ラフプレー1個ミスちゃうことによって、サッカーの試合、まあ、これちょっと真面目な話になっちゃうんだけど、サッカーの試合で、ラフプレーが多いよっていうことミスちゃうと、それ子供たちに見せたときに、サッカー怖くなっちゃうじゃん。サッカー楽しめなくなっちゃうじゃん。だからさ、ラフプレーなくしてとかファールなくしてこっていうのはそういうことなのかなと思ってて、ある意味 J リーグって子供たちの夢を届ける舞台なんで、僕はそう思いますけどね。あとは、ワンソール12さん、ありがとうございます。ワンソール12の方がいいかな。はい。アルビレックスではなくアルビレックスアルビレックスじゃなくてアルビレックスか、はい、気をつけます。ありがとうございます。はい、気をつけます。あとは、MVP 前 MIP 欲しい、マモルさん MVP 鈴木、鈴木かわいい MIP 欲しい。あー、やっぱそうだよな、ね、みんなそう選ぶよね。はい、さあさあ、そんな感じでちょっとね、視聴者さんね、僕も噛んじゃって今ね、視聴者の方ね、今集まってきたのでやっていこうかなと思っております。さあ、視聴者さんっていうね、滑舌がですね、僕も噛みまくり、これ言いづらい本当にね、もうこれ言いづらいわ、わかるわ。ちょっとあれっすね、僕も健太さんの気持ちがよくわかりましたね。視聴者さんってところが言いづらい、今言えたでしょ、視聴者さん。はい、さあそんな感じでやっていきたいと思います。さあそんな感じで、ちょっと今上がった選手名前書かせて、名前書かせてください。ちょっと汚い字でごめんね、国とも、河合かな、河合が出たね。ちょっと待っててね、みんな先にちょっと書かせてくださいね。で、MIP で、MIP で、MIP で、欲しい。わかるわ。確かに欲しくんはわかる。欲しい。皆さん一応言っておきますけど、選手じゃなくて、監督も OK ですからね、皆さん。監督も OK ですよ。はい、あとは、河合国友七海さん、河合国友、はいはい。というわけで、じゃあやっていきたいと思います。ちょっとインク薄いんで、インク切れたらごめんなさい。赤色のね、これで書かせていただきたいと思います。さあそんな感じで、今夜ですね、松本山が前半戦のですね、 MVP と MIP をみんなで決めようぜ配信っていう感じでですね、やっていきたいと思いますけども、まず、前半戦ね、まあ、山賀としてはね、本当に苦しい前半戦でした。本当に勝ち点やっぱ落としすぎましたね、本当に。それは印象に残った。であとは柴田さんの限界なところも見えちゃったし、それに関してもやっぱ悔しかった。あんな顔させたくなかったなっていう感じがします、柴田さんに対して。で、この MVP と MIP 始める前に、僕これだけちょっと決意表明みたいな感じにさせていただきますけど、僕はいくらこう今の状態での山賀の成績が上がっても、フロントはちょっと前変わらないと前には進めないよっていう意見はもう変えないので、
それはもうよろしくお願いしますね、皆さん。はい。そんな感じでね。僕は、一応、フロントが変わらないと前には進めないよっていうことをね、これをもう、誰がこう、これ違うよ、これ違うよとか言われても、僕はこれ意見変えないので、それは僕の決意表明として、残していきたいと思いますので、よろしくお願いします、皆さん。僕は絶対意見変えないです、これは。で、話戻しまして、MVP と MIP。まあ、今年ね、本当に、いろんな選手入ってきましたね。で、僕ね、本当に正直ね、この MVP と MIP 決めるの、今回、難しすぎる、本当に。なんて言うんだろう。すごい、なんか、大きいデータを残した選手っていうのがあんまいないのかなって感じがするんすよね、僕は。個人的にね、そう感じてるだけかもしれないですけど、見てないだけか。で、ただ、その中でも、こう、今、こう MVP と MIP で、MVP のところで、この選手がいてくれたことによって勝ち点を落とさず済んだとか、いてくれたおかげで山川が崩壊せずに済んだっていう人を僕は選びました、この MVP で。で、MIP。MIP に関しては、この人、今山川に来て一番成長できたなっていう人を今回選ばせていただきました。はい、で、まず MVP。MVP なんですけども、これね、僕本当にね、絞りきれなくて、二人にします。はい。二人にします、僕は。ごめんなさいね。一人に本当はしたいんですけど、二人にさせていただきたいと思います。まず一人目。まず一人目は、もう間違いなくこの人。はい。下川ですね、僕は。下川陽太を MVP に選びたいと思います。最近だと、右のウィングバックで先発してるんですけど、左のウィングバックもそうですし、あとは、普通に、左センバね。左センバの、富山との関係性。あれ良かったっすね、僕。で、あとは、怪我人続出とか、そういうしてる中で、下川選手ね、ちょこっと怪我した時期はありましたけども、それでも、ちゃんと、まあ、最近だと本当に出た試合の中で、結果残してるし、アシストしてますからね、彼。で、彼のクロス精度のところで結構助けられた試合とかもあったなと思ってて。そうそう。で、あとは、松本山がの永遠の問題にしてた、こう、左センターバック問題。こう、下川がいてくれたことによって、なんとか解決できたじゃん。まあ、最近、時田君に戻しちゃったけど、僕は下川が、そう、いなければ、左センバー、結構壊滅だったのかなと思ってて、なんで、時田くんがいてくれたことによって、壊滅せずに済んだ、センターバックのところで。で、センターバックの怪我人も続出してってところで、下川を僕は候補に入れたいと思います。で、下川に関して僕ベストパフォーマンスだったのは、西遠金沢戦かなと思ってます。そう。まあ、あと、いっぱいあるけど、ちょっとごめんね、忘れちゃいました。はい。確かに下川は本当にもう、僕はもう欠かせない選手ですね。っていうか、下川を移籍させたらもう本当に山川痛いですね、一番。本当にね、彼は成長して戻ってきてくれたなと思ってて。なんで、まあ下川を僕は一人目の候補として選ばせていただきました。で、二人目はね、やっぱね、国友かな。やっぱ国友かな。で、国友はやっぱ、ちゃんと、で、データっていうかさ、ゴールのところもちゃんと結果残してくれるし、あと、国友のすごかったのは、僕一番あれですね、ヴァンフォーレ甲府戦ですね。ハットトリックした試合。ハットトリックするは、前線で守備してくれるわで、一人で無双してるんすよ。本当に。なんでね、ここまでね、僕、本当は国友、まあ、先発しねえんだろうなと思ったんすけど、ここまでいい選手だとは思わなかったっすね。本当に。素晴らしかったです。なんで僕は下川選手 と、鈴木国友選手を選ばせていただきました。で、惜しくも漏れちゃった人、惜しくも漏れちゃった人は僕は前くんですね。前くんと、あとは、村山ですね。村山選手ですね。村山選手も、
僕はせん、入れようかなと思ったんですけど、ただ囲い選手に何試合か先発取られた試合あったりとかしたんで、ちょっとあれかなってところで、全試合貢献したとは言いづらいんで、なんでそうなると下川選手と国友選手かなってところで、まあ目に見えた結果を残している人と、あとは下川選手のところで、山川が崩壊せずに済んだ、っていうところで、そう、下川選手を僕は選ばせていただきました。で、MIP ね、これね、 MIP もね、僕ね、ごめんなさい、これ2人いるんすよ、僕 MIP も。で、もう1人目出てるんすよ。1人目も星京安選手は本当に彼、僕結構ツッコミどころあったのが、空中戦の競り合いは強かったりとか、あと対人守備に関しては本当強い選手だなと思ったんですけど、ビルドアップのところで、まあ今もそうなんですけど、結構無理やり変なところにダイレクトパスつけちゃったりするシーンとかあって、そこら辺がね結構課題だったのと、あと必要に応じて自分がどのポジションに動けばいいかっていうところのポジショニング、そう、時田選手と同じ問題なんですけど、そこら辺が気になったのと、あとクロス問題、クロス対応ね、そう、ここが気になったんですけど、最近ね本当にね、初めて出た頃から比べて成長したなと思って、星京安選手ね、本当に彼がいてくれたことによって、今山川っていうかさ、もう橋内選手がさ、入れるかどうかわからないくらいのレベルになったじゃん、星京安選手の真ん中っていうのは。本当に空中戦強いし、であとさ、一瞬だけどさ、これ僕の勝手な感情でさ、申し訳ないけどさ、一瞬さ飯田選手に見えてくるんだよね、星京安選手ね。そう、プレースタイル的に飯田正樹選手、あと空中戦強いしさ、ヘディング強いしさ、でヘディングでのアシストとかするしさ、で闘争心むき出しにしてさ、こうなんていうの、ボール競り合ったりとかするじゃん。だからすげえ飯田正樹にそっくりだなと思ってて、なんかかつてのなんか飯田正樹を見てるみたいで、僕は好きですね。まあ彼にあと伸びしろっていうと、ビルドアップのところで変なところに無理やり縦パスつけちゃダメだよっていうところでね、そう、星京安選手がね育ってくれればいいかなと思ってます。なんでそこを考えて MVP ではなく MIP に星京安選手を選ばせていただきました。で、僕がですね MIP で、これですね、実は今名前が出てませんでして、 MIP もう一人いまして、そうだな、 MIP はね、やっぱね、この人をなんで選ばないのかなっていうところはちょっと疑問でした。名前忘れちゃった。はい、野々村っすね。野々村は本当にね、成長しましたよ、本当に。てかさ、野々村選手がさ、出た試合さ、僕、なんだろう、勝手ながらさ、まださ、若手選手だよ。若手選手なんだけどさ、すげえ安定感あるんだよ、彼。なんか、ビルドアップのところも本当にいい選手だし、ね、空中戦の競り合い、対人守備とかも本当強い選手だなと思ってて。ね、最初、京都戦出たときさ、早速イエローカードもらってきて、おいおい、大丈夫かよと思ったんですけど、ね、本当にね、橋内選手の欠場をね、動じることなくね、できたのは本当素晴らしいなと思って、ね、ちょっとね、怪我しちゃって、今ね、辛い時期かもしれないですけども、また戻ってきてですね、今度、星京安選手と野々村選手、大野選手とか、あと時田選手のこう若手3センターバックっていうのもちょっと見てみたいですね。で、後方で引っ張る村山とか、かっこいいとか、かっこいいですよね。なんで僕は MVP と MVP じゃなくて、MIP に星京安選手と野々村選手を入れさせていただきました。さあ、そんな感じで皆さんはですね、どうですかね。はい、まあ一応多分今 MVP っていうところで一番多いのが前選手なんで、前選手が今実質2票くらいですかね、3票くらいですね。はい、僕も前選手選んでないか。そっか、下川選手と国友だったんで、僕は。で、あと国友ですね。国友も多いですね。
国ともね。そう、さあ守さん、がっかりした選手は、あ、これちょっとやるか。がっかりした選手、がっかりした選手はもう僕決まってますよ。それは僕はもうダントツで坂野さんですね。はい、坂野さんはかなりがっかりしました。てかさ、これさ、坂野さん思うけどさ、坂野選手さ、本当にさ、オフザボールの動き去年より悪くなってません？なんかすごく感じちゃうんすよね。これちょっとさ、戦術ボードさ持ってきてさ説明しちゃうけどさ、坂野さんさ、これだと思って、みんな坂野さんね、ちょっと BGM 変えますね、ごめんなさいね、忘れてた。はい、というわけでいつもの BGM に戻しまして解説していきたいと思います。坂野さんさ、僕がっかりした理由、今季さ、こう352とかさ532の試合多かったじゃん、こういう風に532の試合ね。そう、がっかりした試合っていうかさ、がっかりしたところで、でさ、こうさ、よく怒ってるのがさ、これさ、山鹿のさ分析班の方たちもさ言ってたんですけど、これさ、坂野さんがこうまっすぐ走る動きとかしちゃうじゃん、まっすぐこうなった時にさ、対してさ、こうさ、まっすぐ走ろうとしてるじゃん、で国友 もさ、こう斜めに入りたいんだけど、こう一瞬さ、こう被る時間ができるんですよね。ここでずっと待っちゃったりとかして、でここにボールが来ちゃったりとかして、そうで走るコース一緒に被る場面が多くてさ、でさ、こう走るコースのところでさ、こっちにいたりとかさ、こっちでさ、こうまっすぐ走ろうとして、こう国友も走ろうとして、なんかさ、オフサボールのところがさ、結構さ、国友とさ、なんて言うんだろう、国友のなんか反面教師みたいな感じになっちゃってんだよね。そうそう、確かに坂野さん本当に献身的に動いてくれるんですけど、ただ坂野さんがいないと前半戦ちょっと勝てなかった理由が一つあって、結構ロングボール放り込むサッカーしてたじゃないですか。なんで坂野さんが収めてくれないとため作れないんですよ。なんで坂野さんがいないと勝てないよっていう試合もありましたよね。そう、だから坂野さんは僕がっかりしたんですけども、実は陰ながら頑張ってました、彼も。そう、陰ながら頑張ってました。ただやっぱどうしてもストライカーって、今日記事見たんですけど、数字残せないと、残すってか数字残せないとさ、出されちゃうじゃん。そう、とか、なんていうの、こう目の前の結果でしか評価されないじゃん。そう、だから僕たちがこうサポーター、まあ、僕みたいな人たちが、みんな僕みたいな人たちって言い方も変なんですけども、僕のこのチャンネル見て、坂野さんのいいところはこういうところだよとか、こういうところがあるから坂野さんがいてくれるんだよ、坂野さんがいて勝てるんだよとか、負けにくいんだよっていうことを言える人たちにですね、みんななっていきましょうね。こう僕がやってることって、目の前の結果ではなく、こう結果論で全部語るわけではなく、結果に対しての内容どうだったんですかっていう逆算のことなんで、はい、まあそれをいつも喋ってます。はい、そんな感じかな。まあ坂野さんは僕はがっかりしたプレイヤーナンバーワンですね。もうダントツですね、ごめんなさい、ダントツですね。後半戦ね、山口和真とかセルジーニョとかルカーも来てくれるんで、まあちょっとがっかりした選手っていうのはちょっと言いづらいですね。ルカーもそうですし、山口和真も、あとがっかりしたって言ったらちょっと大野選手かなと思ってますね。かな、はい、そんな感じです。であと後半戦僕期待してるのは、もう山口和真も当然期待してるんですけど、あれですかね、やっぱ僕はこの間の試合見てちょっと確信に変わったのは、平川がどう変わってくれるのかとか、あと宮部ですね。宮部が本当に動きしてくれるんすよね。これはね、ちょっと分析動画見に行ってほしいんですけど、そう、宮部がね本当にいい動きしてくれるよ。だから明日の試合さ、みんな宮部見てみ、本当にいい動きしてくれてるからね、攻撃のところで。そう、センターバックなのにあんなに動いちゃっていいんだっていう感じですからね。まあそんな感じでした。であとは、
守さん、坂野さん確かに頑張ってるんだけど今年はいまいちですね。ね、そうそう、坂野さんね頑張ってるんだけどもきついっすね。うん、あとは印象に残ったのは、あ、これ後に読みますか、後読もうか、後で読みますね、ごめんね。あ、今忙しいんだ。そうなんだ。まあそんな感じかな。そう、ワンソウル、ワンソウル12さん、星ワンチャン完全あるかや。いやー、あると思うけどなー。ねー、伊藤翔もぜひともね買い取りたいくらい。一緒に星京ワンもね、いい選手っていうかさ、星京ワンがねほんとね、もう僕はあれに似てますね、本当に飯田将希にすげえ似てんだよなーと思ってて。だから山鹿のネクスト飯田将希みたいになってほしいですね。野々村の選手もそうですし、星京ワン選手、まあそんな感じかなっていう感じで。あと MVP と MIP ありますかね。皆さん MVP と MIP どんどん上げちゃってくださいね。これ一応アーカイブ残りますんで、アーカイブもね一応コメントできるようにはしておきますので、ね、確かにね、こうななみさんの MIP はすげえわかるわ。ななみさんさ、僕思うんだけどさ、ななみさんのコメントってさ、なんかすごくさ力強さを感じる。こないだのさ試合後のコメント、秋田戦のなんだっけな、秋田戦のコメント、なんか同じ釜の飯うんぬんかんぬんとか言ってたじゃん。そう、松田選手のことに関して、ね、本当にななみさんのコメントはね、確かにユーモア性もあるんだけども、なんか力強さをすごく感じる。で、僕一番大好きだったのが東京ヴェルディ戦の時の試合後のインタビューのコメント、めっちゃ好きでしたね。本当に選手たちがマインドを変えてくれたっていう発言、ね、本当にね、僕はだから菜波さんはね、僕前から言ってるんですけど、今の山鹿に対して足りないものを全て持った監督だなって見てます。本当に厚さとか戦術とか、戦術はちょっとあれかなっていうところありますけど、あとビルドアップの形とかね。そう、ビルドアップの形をね、なかなか山が取り組んでなかったんで、そうそう、ビルドアップの形っていうかさ、ショートパスでつなぐっていうことをね、そう、ななみさんがね新しく切り開いてくれてるんで、すごく期待したい、っていうか期待できる。もうそれくらいのメンツも揃ったし、でセルジーニョもいて、カズマもいてね、あとなんだっけ、ルカオとか、そう、下川もいるし、宮部もいるし、なんかこっから盛り返せるなと思ってます、僕は山川は。全然だってさ、この順位にさいていいチームじゃないもん、うん、本当に。むしろさ4位とか5位でさ終わんないとさ、ダメなシーズンくらいだと思うよ僕は。極論の話ね、もしくはもう逆転昇格ね。そう、だってさ、実を言うとさ、これまあバカみてえな話するけどさ、今からさ、非現実的なね、今上位陣、上位のさチームがさ、まあ51とか49かね。そうそう、だから全然さ、トップハーフはさ全然狙えるレベルなんすよ。6位とかそんぐらいは。東京ヴェルディすらまだ36っすからね、いけると思うんだけどな。まだまだ僕はいけると思ってる。ただ昇格はちょっと難しい、もう今シーズンはちょっと昇格争いしてるレベル、チームのレベルが違う。モンテディオもそうだしね。っていうかモンテディオ山形は本当にあれですね、強くなったっていうかさ、これ昨日レオさんのさ生配信行ってさ、すごく分かったのがさ、レオザフットボールさんのね、戦術落とし込むのに時間がかからないっていう発言、確かにそうだなと思ってて、これを伝えるのって、戦術とかさそういうのを伝えるのってさ、言語化能力だなと思ってて、僕段取りとか当然ながら、でどういう風に伝えるかっていうところが大事で、多分なんだけども、
その伝え方が今シーズン最初その伝え方をしてたんだけども、今シーズンの最初ってその伝え方 4-4-2 で、先発していこうっていうとかそういう組織を組んでいこうってやったんだけども、結局最終的にやったのっていつも通りじゃん、 3-5-2 とか 3-4-2-1 で。だからそこにね、なんて言うんだろう、 4-4-2 のところで結構クロス対応がとか言ってるんですけど、そうもしかしたらなんだけども、あのこれ良くないかもしれないんだけども、言っちゃいけないかもしれないですけども、柴田監督が下手したらこの戦術を落とし込むのに、あの変な伝え方をしちゃったとかいろいろ考えられるじゃん、伝え方が悪かったとか意図を持ってもらえなかったとか、選手たちが、あとは選手たちが考えなかったとかあるじゃん、いろいろね、いろいろあるじゃん。でもあの選手たちが悪かったにしても、最終的に戦術を伝えるのってコーチとか監督のお仕事なんで、それを放棄しちゃダメでしょっていうのはありますね。だってまあこの戦術落とし込むのってさ、もうあの人のさやつさ、多分違法とかでアップデートされるんだけどさ、あのオシムさん、そうオシムさんのさやつ見てってよ。オシム式練習とかさ、オシムジャパンのさ、あの情熱大陸とか、僕あの録画のやつちょっと見たんすよね。そう検索してね、あったやつが、あのオシムさんの伝え方って本当に素晴らしくて、あの基本頭で考えさせられますね。ただあの監督っていう言い方とか、監督っていうところのなんていうの、マネジメントとか、そういう戦術を落とし込むとか、サッカーをいろいろ考えさせられるなっていう監督ですね。なんで僕はあれですよ、あのオシムさんすごく好きな監督ですし、いつかまたね、あのちょっと年齢的に難しいんですけどね、またオシムさんのオシムジャパンすごく見てみたいですね。まあっていうか今から見てみたいくらいです、本当に。さあそんな感じかな、ちょっと話しすぎましたけども、ちょっと変な話にねそれちゃったけどね、皆さんいいっすかね、またじゃねえわ、まだ MVP と MIP あります？なければもう終わりにしちゃいますけど、これ大丈夫ですかね。港さんありがとうございます。こんばんは。セルジが仮金で練習している写真を見て目柱が熱くなりましたね。本当にお帰りって感じですよね、セルジね。やっぱあのセルジは僕やっぱあれですね、山賀にいなきゃいけない選手だなと思ってます。てか山賀が一番似合ってます、山賀のユニフォームが。そう緑色のユニフォームで背番号10ですね、はい、であのセルジーニョのあのまた加入によって、あの後ろのさやつ変化あるのちょっと気づいた、みんな気づいてくれた、これ後ろに変化あるの、あれないじゃん、セルジーの背番号のやつ、あの去年のさ夏ユニフォーム、55周年ユニフォームのやつないじゃん、セルジのやつ。はい、あのちなみに言うと明日それを着ていきます。はい。明日それか、もしくはあー、ただな、背番号3のユニフォームな、明日着ていきたいなっていうのはありますね、このユニフォームね。これね、これ一応僕毎年そうなんですけど、あの毎年僕背番号3にしてます。であの背番号7にしたシーズンはあの大前が好きだったので、大前の背番号にさせていただきました。なんだかんだ僕あれですからね、大前が好きで、大前がその僕と同じ誕生日っていうか同じ日生まれなんですよ、大前と僕って。でそれをきっかけに山川を応援し始めたんで、大前のプレーが好きとか、大前ちょっと応援してみたいなと思って、でそしたら山川のサッカーにハマりました。であとは反町さんのサッカーっていうか、反町さん自体が好きですね僕は、ああいう論理的な考え方を持った。なんでね、あのリスペクトね、ぜひね書店で売ってるんで見てください。てか持ってるかもしれないね、みんな山賀サッポ全員持ってるでしょうね。リスペクト、僕は大好きな本ですね。はい、そんな感じかな、そんな感じで。さあそろそろ出ないんでね、ちょっと終わりにしようかな、これ大丈夫ですかね皆さん。じゃあ出ないってことなんで、じゃあこれで締め切っちゃって大丈夫ですかね。さあ
大丈夫ですか皆さん、締め切っちゃって、これで締め切りますよ。大丈夫っす。一応 MVP 今決まったのが、はい、もうこれはあれですね、ダントツで前選手と国友が MVP になりますね。はい。で、あとは MVP で星選手ですね。で、皆さんいいですかね、これで締め切りますよ。前選手と国友選手が MVP で、 MVP は星京和選手って感じで、どうですかね。さあ皆さんコメントくださいって感じで、ちょっとね、ちょっと待っててね。さあ大丈夫かな。さあ大丈夫ですかね皆さん。じゃあこれで締め切りますよ。締め切りますね。じゃあ MVP 決まりました。 MVP がですね、コメントのチャットに書きますね。前高幸選手、鈴木国友選手、はい、というわけで、チャットの方に書かせていただきました。MVP がですね、皆さんのですね、結果に、結果からですね、生まれたのが、前高幸選手、そして鈴木国友選手、僕も鈴木国友選手に関しては入れました。で、あとは MIP は星京和選手でした。という感じでね、この3選手ね、本当におめでとうございます。素晴らしい。さあね、本当にね、前選手確かにでもね、分かるわって感じだもん。本当に前くんいなきゃな、結構ね、ウィングバックもやれるしな、ボランチもやれるしな、インサイドハーフどこでもやれるからな基本ね。本当に前くんいなきゃ結構きつかったんだろうなっていうのはありますよね。そう、確かにそれの面で考えると下川選手と似てますよね。前選手いなければ山川が崩壊してたっていう発言、ね、確かによくわかる。であとは鈴木国友選手に関してはやっぱ目の前のてか目に見えた結果も残してるんで、そう、それも考えるとやっぱ鈴木国友選手なのかなって感じがします。であとは、MIP に関してはやっぱベンチ外からベンチスタメン、不動のスタメンっていう感じになって、徐々に階段を上り詰めていった星京和選手かなって感じがします。で、山賀で間違いなく成長できた人間は今は星京和選手かなって感じがしましたね皆さん、はい、まあ僕もそんな感じがしました。ね、本当にあの山賀プレミアムのやつね、ちょっと見てほしいですね、星京和選手のやつね、あれ僕おすすめですね。あと下川選手の山賀プレミアムも好きですね、はい、そんな感じでした。さあそんな感じでですね、じゃあまだですね、終わらないんですよねこれ実は、はい続いてじゃあ後半戦いきますか。後半戦、はい、後半戦いきましょう。続いてはですね、ちょっと書き直しますね。こっちの方がいいか、こっちの方がいい、こっちに変える。ちょっと待っててね、みんなちょっと待ってくださいね、お待ちください
あとね、今日の配信、一応質問コーナーみたいなのも受け付けてるんでね、はい、質問コーナーね、ぜひ、ね、質問していってもいいっすよ、皆さん。ぜひね、この際だからね、松田さんに聞いてみたい戦術分析ってどうやってるんですかとかね、ちょっと聞いてみてほしいっすね、はい。これは実際あれですけど、僕の知人に言われたことっすね。実際どうやってるのっていうのは、松山君は、松山はとか言われました。さあ、そんな感じで、ちょっと待っててね。今度は、はい、ちょっと見えづらくなっちゃってごめんなさい。見えてるかな、みんな。あー、くそ。よっ。はい、さあ、いつものじゃあ今度戦略ボードに戻しまして、続いてはですね、山形と対戦して印象に残ったベストイレブンっていう感じでですね、やっていきましょう。そんな感じでですね、皆さんコメントくださいって感じでよろしくお願いします。で、一応ですね、ルールとしましては、前半戦なんですけども、行われた山形戦、水戸戦、秋田戦の、印象に残った選手も OK にします。この際に、はい、この際は OK にしましょう。なんでね、ここまでの説で対戦して印象に残った選手を皆さん選んでみてくださいって感じで。さあさあ、ブベコマムさん、ありがとうございます。こんばんは。さあ、そんな感じでですね、これ実はですね、まあ、今シーズン追いかけさせてもらってるもう1チーム、あの鹿島アントラーズもですね、実はやりまして、鹿島アントラーズは確か三笘選手とか選びましたね。はい、あとは誰だっけ、仙台のゴールキーパー、なんだっけ、名前忘れちゃった、ちょっと見てくるね。クエンカじゃなくて、なんだっけ、島を待ってでもなく、あ、ストイシッチ、そうそう、ストイシッチ、ストイシッチね、そう、ストイシッチはやばかった、本当に。さあ、そんな感じで、じゃあ、皆さん、じゃあ、早速ですね、ちょっとごめんね、見えてないね。ああ、ちょっと。見えてなかったね。はいはい。そう、あのライトの反射でね、ちょっとね、ここまでしか近づけないんだよ。ライト反射しちゃって、ああ。さあ、そんな感じで、じゃあ選んでいきましょう、皆さん。はい。そんな感じでですね、じゃあ僕からですね、ちょっと書かせていただきますね、皆さん。僕ですね、ちょっと待ってね、みんな。ちょっとじゃあ、ごめんなさい、チャットに一回書きますね。ごめんなさいね、メッセージ固定させていただきました。そんな感じで皆さんちょっと選んでみてください。コメント欄に書いてってください、この選手印象に残ったよっていうやつね。で、まず先に僕からですね、書かせていただきますね。ちょっとお待ちください。なんでコメント書いて、皆さんお待ちください。僕はね、まあもうここは決まりだよね。
こは決まりだよ。これは決まりだよ。ここは決まりとして、あとはどっかに書いてなかったっけ、あとは、ごめんなさいね、ちょっとこれ見ますからね。はい、皆さんちょっと帰ってってください。皆さんもう、確かにそうだな、ゴールキーパーむずいな本当に。ゴールキーパーね、いい選手いっぱいいるんだよな。キーパーがちょっと難しい。あー確かにね、トクラはね、トクラは嫌な選手ですね、はい、確かに嫌な選手。わーむずいな、やっぱあれかな、でも欠かせないな、やっぱこの選手だよな。あー確かにね、あとねーむずいんだよね。そうちょっと待ってね、ちょっと待てよ、これむずいな。あーくそーむずいな。いやーこれむずいな本当にむずいな、むずいんだよな本当に、むずいよな本当に、むずい。あね、いい選手いっぱいいるんだよ J2 って。本当に J2 は本当にいい選手だらけなんだよね、むずいんだよね。これあれだな、ちょっと僕も予定変更しよう。これちょっと僕本当は最初3センターバックって考えてたんですけど、2センバにしよう、やっぱ2センバにしよう。これちょっと悩むわ。
れ、これだっけ、あ、やばった。キーパーむずいんだよな。キーパーっていうか、キーパーが実は一番今悩んでるところ。キーパーね、いい選手揃ってるんだよな。うわ、この選手印象に残ってんだよなっていっぱいいるんだよな、本当に。あとね、ワントップがね、ちょっと今決まらない。ワントップがマジで決まらねえ。決まらねえからやっぱこうしよう。本来ワントップじゃない選手を入れます。本来ワントップもね、選手ちょっといないからね。で、ちっちゃくなっちゃった。でもなー、これはなー、いや、本来ワントップの選手やっぱ入れようかな。むずい。いやー、むずいねこれ。いや、やっぱあれだな、やっぱここはもうこの選手だな、大好きだからな。だからね、やっぱこの選手だよな。で、あとは、右が、あ、右はもう決まりだわ。伊藤はこの選手で、で、さあ左サイドバック、左サイドバックちょっと決まらない。あ、あ、あーがー、うーん、ちょっと違うかな。ちょっと違うんだよな。いやー、左サイドバックも決まらないね、これ。あ、違うな。ここは、やっぱこの選手だな。いろいろ路線変更してます。はい。あとね、ゴールキーパーはね、ゴールキーパーはちょっとみんなと違うかもしれないな、これ。どうだろう、ゴールキーパーな。ゴールキーパー去年も一緒なんだよな、やっぱ。ゴールキーパーむずいな。これもあるかな。なんだっけ、あの京都サンガのゴールキーパー。あ、清水か。いや、やっぱあれだな。
すごいビッグセーブを見せたね。この選手かな。やっぱビッグセーブ見せたね。この選手すげえ印象に残ってるんだよな。あった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 で、あとは左がね、左サイドバック決まらないかも。これ左サイドバックがマジで決まらねえ。左サイドバックがあった。あの選手どうだったっけ。いやーちょっと違うかな。左サイドバックね。あーやっぱこの選手かな。あーでもなちょっと違うよな。左決まんないかも。左が決まらない。あ、いました。さあそんな感じで、じゃあごめんなさい、お待たせしました。ごめんなさい皆さん、本当にお待たせしました。さあそんな感じでですね、僕がですね今ざっと考えた山川とですね対戦して印象に残ったベストイレブン発表いたします。ちょっと字見えづらくてごめんなさい。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでした。はい、ちょっとねほんと見えづらいかもしんないですけども、本当に見えづらかった。この辺だね。はい、ほんと見えづらいね、ごめんなさいね。はい、こんな感じでした僕のベストイレブンは。はい、まずゴールキーパー、ゴールキーパーですね、長崎のですね、富澤選手にさせていただきました。あのビッグセーブ本当にねすごかったっすね。坂野選手かなんかのやつね。そう、坂野選手のあのビッグセーブ防いだっていうのはあれ印象に残ったかなと思って、ね、で一応システムはですね433ですね。はい、433です、これ。はい。で右がですね、水戸のですね柳沢選手ですね。あのアップダウンのタイミングとか、あとオーバーラップもそうなんですけど、アップダウンのところね、あとポジショニングもいい選手ですよね。クロス精度もで、ガンバにね移籍っていう感じになったんですかね。はい、本当にね頑張ってほしいですね。あの本当すごい選手でした柳沢選手。多分僕ガンバでもいい選手になれるんじゃないかなって見てます本当に。で、あとは、僕の大好きな右はですね、ヨルディバイスですね。確かヨルディバイス出てたよね。そうそう。バイスはちょっと異常ですね。はい、もう、これ、去年も選んでるんですよ、僕。はい。バイスはちょっとマジで異常。で、左。これは多分みんな文句ないと思うよ、左のセンターバック。伊藤博之。噛んじゃったけどさ、伊藤博樹です。左はあのまあもう文句ないでしょう。もう正直さ、 J1 にいてもおかしくないレベルなのにさ、ちょっと彼はちょっとマジで異常だね。本当にもうちょっとどころか本当マジで異常。語彙力失うくらいのあのなんていうの、センターバックでの安定感とか、あとシュート精度も素晴らしい。で、うん、判断とかも本当良かったし、で、彼のところから結構起点作ったところとかあったんで、であとは、とどめの4点目刺されたっていうこともあったんで、現地で。そう。なんで、伊藤博樹選手にさせていただきました。
もうこれは多分みんな文句ないと思います。てか僕はもうこれ変えたくないです。伊藤洋輝選手に関しては今回一番かなと思ってます。で、左がですね、やっぱ小田樹ですね。小田樹はちょっともうあれですね、本来ここのポジションじゃないはずです、小田樹って。ただ小田樹に関してはやっぱクロス精度ね、本当に素晴らしかったですね。確か小田樹でったよね、あれ伊藤だったっけな、忘れちゃった。で、こっち、はい。これですね、ザ・アンカーの選手たちを皆さん選ばさせていただきました。ザ・アンカーです。まず一人目、岡山の木田選手ですね。古巣相手にね、ゴール決められたっていうのもありますし、あと、田中山選手に対してのインタビューのコメント、直してねっていうコメントとかも素晴らしかったですし、あと、シュートのところね、素晴らしかったですし。で、あと、やっぱ、彼にボール持たせたときに、結構危ないところにパス通されるシーンいっぱいあったんで、やっぱね、本当に木田選手ね、対戦したくない選手の一人ですね、本当に。もう嫌ですね、木田選手と対戦するのは、岡山の。で、あとは、アンカーに藤田武器。藤田武器はもう本当に良くなりましたね。僕が前から言ってる藤田武器って、アンカーで刈り取るっていう役割よりか、奪ってって前に運ぶ役割の方が得意だっていうこと言ってるんですよ。なんで健太さんはこれを見て和製鑑定だっていう名前をですね名付けましたよね。そう、これはもう健太さんの動画見に行ってほしいんですけど、まあ、僕は藤田武器に関してはこう山形で今得意なやり方を任せられて本当に生き生きしてんなと思ってて、でより一層あれですね、山形時代よりか脅威になりました彼は。あ、木田じゃなくて木山だ、ごめんごめん、木山だった、キラじゃなくて木山だった、ごめんなさい、木山ですね、失礼しました。マモさんありがとう、本当にマジで優しい、ありがとう。木山ですね、はい、木山です、ごめんなさい、木山でした。木山は本当厄介です。もう対戦したくない、もうできることならもう嫌だ、もうしたくない。で、あとは甲府のですね、僕山本選手を選ばさせていただきました。多分これみんななんでって言うんだけども、これ僕の個人的なものなんですけども、山本選手が結構ここのアンカーに入って2センバー3センバーアンカーとかいう感じで結構ね山川をね苦しめたんですよ、あの試合。そう、山本選手に対してどう抑えるかってところが結構山川の選手戸惑って、で山本選手を好き勝手やらせたっていう感じになってて、なんで山本選手があの試合に限ってはすごく僕は無双してたのかなと思ってます。なんで甲府の山本選手を選ばせていただきました。本当メンデスとか、あとここに長谷川アリジャスル入れたかったんですよ僕。長谷川アリジャスル、そうそう、長谷川アリジャスルは本当良かった。あとはここのセンターバックのところに水戸の住吉良かったですね。あとここにですね、僕実はちょっと考えてるのは千葉ちゃん入れようかなと思ってて、新潟の千葉ちゃん良くないっすか、すごかったっすよ僕。結構千葉選手からのボールめっちゃ怖かったっすもん、本当に見てて。はい、そんな感じでした。あとは長谷川選手も良かったっすね、入れると。さあそんな感じでした。じゃあ続いてこのシャドウみたいなポジションですね、ウィングみたいなところです。はい。右、井出ですね。東京ヴェルディの井出。なんだっけ、かわして、シュート打ったシーンのところで、ブロックされたんですけども、あれを、あそこの、ここのペナルティエリア内で、人数揃ってる中、かわしちゃうって技術力も素晴らしかったですし、あと、ポジショニングも良かったですね、井出選手。終始怖かったです、井出選手。本当に東京ヴェルディ戦で。なんで、井出選手をね、選ばせていただきました。で、ここ。はい。もう、ここはもうダントツです。清武ですね。清武。これも変えないです、僕。変える気ゼロです。やっぱ、ハットトリックしたっていうのもあるんで、で、やっぱ、お兄ちゃん、清武ひろし選手なんですけど、清武ひろし選手ね。去年もそうなんですけど、清武選手、本当にね、タイミングいいんですよ。動くタイミングとか、オフザボールのところも。本当にいい選手なんですよね。
だから本当ね、清武選手も怖かった。っていうかもう怖いっていうかさ、もう対戦したくない清武選手。まあ、これはみんなダントツなんで清武選手かなと思ってます。はい。であとワントップ、ワントップはもうこれも僕ダントツですね。はい、中山です。はい、去年も選ばさせていただきました中山選手です。あのハットトリックしたっていうのもありますし、確かハットトリックだよね。そうそうね、目に見えた結果も残してますし、あとあの山形と試合した時に必ずディッティほど何かしらアクションを残していくんで、彼アシストとか得点取ったりとかして、去年もそうだったんで、あの本当にね、あの木田選手をマーク外した、木田選手じゃなくて中山選手のマークを外した時に得点を決められてるなって印象があります毎回。なんでまあ中山選手をね選ばさせていただきました。まあそんな感じかなって感じですね。さあ皆さんのですね、MVP っていうか、対戦している脅威だったベストイレブン発表してきますかね。こっから読もうかな。はい。松本山が愛すぎだと国君ありがとうね。印象に残ったのは三河でいいのかな、水戸のなんだっけゴールキーパー、ちょっと皆さんごめんなさいね、選手名鑑見ながら見ますね。三重川、柳沢、タビナス、知念、加藤、高井出、山田浩太、長谷川、清武、中島、山口、荻原も印象に残った。左サイドバック多いな。あーあーそうだ、荻原入れんの忘れてた。そうだいたわあと加藤ね、山形の。あー忘れてたわ。あとはあの久保建英のね親友ね、お友達のね山形浩太もね入れたかったっすね。ちょっとね、山田浩太はね、入れたかったんだけどね、こっちの方がインパクトに残っちゃってさ、清武の方が。ごめんね。ありがとうね。ぜひね、アーカイブ見てください。さあ、あとは。で、あと、そうだ。秋田のさ、なんだっけ千田だっけ千田だっけ秋田のあの選手、忘れちゃった名前。秋田のさ、あ、千田ね。秋田の千田とかさ、あとゴールキーパーにさ、田中入れたかったんですよ。田中雄大。田中雄大良かったっすよね。あと、右に、飯尾くん入れようかなと思いました。そう、飯尾も厄介でしたね。あとは、で、あとね、そうちょっとね今ね選手名鑑見ながらでね本当申し訳ないですね、ちょっと覚えきれねえんですよ選手あとあれですね、渡辺選手も良かったですね、レノファの良かったですね。そんな感じかな。あと前の選手もいいですね、姫のね浦田選手もね、本当に相変わらずでしたね浦田選手ね、本当に良かったですね。さああとはどんどんコメント読んでいこうかな。僕からかな。守さんからかな。守さん、キーパー千葉新井、ブベックアメさん、琉球の清武幸喜選手、水戸の中山選手、守さん、秋田鈴木、これなんて言うんだろう、秋田の鈴木選手、甲府メンデス、水戸住吉。あー確かにね、メンデスねやっぱみんな選ぶよね。で住吉もいい選手だしね。あとはブベコメさん、徳良選手もすごく印象に残ってる、徳良もね山がキラーっすよね。ね、ズボンっていうかさ、ズボンのところさ、パンツのところね、パンツのやつさめくり上げちゃってさ、自分大好きなのかなってアピールね、すごいっすよね。ちょっとナルシスト感感じるでおなじみなんでレオザみたいな挨拶しちゃった。あとは井出春也、ミッドフィルダー新潟、本間、町田、長谷川リジャスル、町田、平戸、平戸もいい選手ですね。
あとは藤田いぶき、キーパーの山形ビクトル、キーパー山形のビクトル選手とかどうですか。いやちょっとごめんね、あんま印象に残ってない。あとは、マモルさん、フォワード東京ヴェルディ山下、あー山下ね、怖かったっすね。そうそう、岩田ルキアン、ルキアンも良かったっすね。でルキアン僕直前まで悩みました。ルキアンと中山選手で悩みました。ただ中山選手の方がインパクトが強かったんで中山選手にさせていただきました。であとは、左サイドバック新潟の堀米選手どうですか。あー堀米も怖かったかな、堀米な、怖かったな堀米な、確かにわかる。あとは、甲府長谷川、長谷川選手多いですね。長谷川選手入れるかね。確かになね。あとあれですね、左は荻原選手にしときますかね、京都の。守さん東京ヴェルディ小池、あー小池も良かったですね。小池なんだっけ、小池純喜だっけ、小池ね、小池良かったっすよね。あと、あ山口とかね、そう、山口達也も良かったっすよね。そう、山川エスギダ男くんがね、コメントしてくれたね。そう。いやー、ほんとね、いっぱいいい選手いるからな、悩むよね。ね、ほんとはさ、ね、ホンマシオンとかさ、ベターなところ行こうかなと思ったけど、ホンマシオン以外にも出てくること、これ、ほんとに。あとはネタ枠って言い方も失礼なんですけども、10番の森選手ですね、栃木の、はい、これは皆さんよく分かってくれてるかなと思ってます。村山選手に対しての、はい、ラフプレーのやつで印象に残ってますね。確か、森選手だった気がする、はい、まあそう考えるとあれだけどね、印象に残ったベストイレブンイコール栃木 SC なんだけどな、本当に。あと右にさ、実はさ、もう一人ここ僕入れたい選手がいてさ、これさ、水戸の松崎選手すごく入れたかったんすよ。水戸の松崎すごく良くなかったっす、本当に。松崎こうさ、松崎がさ、ダイアゴナルランしてさ、そっからさ、ズレ作られたりとかさ、結構してさ、怖かったっすね、松崎ね。あとは松田天馬とかもね、そう、ベタなところ選びたかったっすね。あとどうだろう、あとそうだ、ここにさ、本当はだけどさ、これもベタなところ行こうかなと思って悩んだ人が一人いた。ハンダリク、みんな分かってくれる、これハンダリク、ハンダリクは本当悩んだ、本当に良かったんだよな。あー長崎のマイクマも分かるな。あとさ、ここの左にさ、あと入れるとしたらさ、中原、そう、中原も良かったっすね。てか中原との1対1結構怖かったっすよ、僕。あとはこれ今度ジュビロなんですけど、ジュビロでやっぱなんですけども、まあルキアンも当然ながらそうなんですけども、これ僕だけっすかね、鈴木優斗なんすよ。僕実は鈴木優斗結構印象に残ってるんすよ。鈴木優斗が試合結構僕よ、まあ良かったっていうかさ、すごくいいように感じて、そう、鈴木優斗ね、本当に怖かったっすね。やっぱ対戦してみて鈴木優斗の脅威はやっぱ、てかなんで出しちゃったのかなっていう感じがします。本当に鈴木優斗本当怖い選手でした。
あと真ん中にコンノがいるのが嫌ですね、はい、もうこれは相変わらずです。こんな感じかな。であとはまああと北九州の高橋大吾とかも印象に残りましたね。あとなんだっけな、ちょっと今選手名鑑見返しながら思い出してるんですよ。マブサ長崎マイクマ、あマイクマもね確かによくわかるわ。これ見たかね、さっき。あとエジカルジュニオールとかも嫌でしたね、はい、相変わらずでしたね。エジカルも嫌でしたね。さあそんな感じかな。さあもうちょいでね、あと10分でね30分に90分になっちゃうんで、さあさあまあそんな感じで、なんかねみんなねベストイレブンね本当に選んでくださってね本当にありがとうございます。ベストイレブンね、まあこれまとめたやつちょっとツイッターに書きたいと思います、はい、さああとなんかこの選手印象に残った選手いたって言えばね書きますけども、いなければもうこれで終わりになるかなって感じなんですけど、あちなみになんですけど皆さん、この監督印象に残ったなっていう人います？この監督の采配とか、この監督もう良かったなって感じ、うん、そうそういますみなさん。僕決まってるんで皆さんコメント書いてください。この監督印象に残った前半戦、僕は決まってます、もうこの人しかいないですね、はい、さあさあえっと松本山が過ぎた男くん、タビナス入んないんですか。入れようかなと思ったけどね、先輩ねちょっとね枠多いからちょっとまとめるね、後で待っててね、ツイッター見て。あーマモロさん、秋田の吉田監督わかるわ、あの力強いっていうかさシンプルなねインタビューのやつね、わかるわわかるわ、確かに吉田監督わかるわ。もしくは田坂呼び捨て、ね、ちょっとね栃木に関してはな、栃木がもうベストイレブンっていうかさ印象に残ったベストイレブンだからな。そう、あとは、松本山川愛すぎだ男くん、長谷川元気やばかった、あまあ後でツイッターでまとめるんで、はい、待ってて、これ読んだかなさっき、ごめんねちょっと今日ねなんか読んだコメントまで言ってるかもしんない、疲れてるのかな本当に、滑舌も結構良くないしな今日、うん、さあさあちょっといないんで、じゃあ僕がですね実はこの監督の采配印象に残った、僕はですねやっぱ長期ジェですね、はい、長期ジェの采配ですね、的確すぎる采配、そうあのあれによって山賀が一気に意気消沈しましたからね、じゃなくてさ、あの長期試合のさ、明日もそうなんだけどさ、長期試合の采配ほんと的確だから、みんな見ててみ、ほんとに、うん、長期試合はもうほんとに対戦したくないな、できることならできることならな、 J1 で対戦したいな長期試合とは。だから京都上がって、ほんとに京都サンガ上がってくれ、もうちょっと本当に僕は対戦したくない長期ジェとは、もう明日限りでいいと思う、長期ジェと対戦するのは、もう J2 で対戦するのはもう明日限りでいい、もしくは山賀の監督になれ、七海さん呼んだばっかだけどね、そうそう反町さん辞めた後にさ、長期ジェ監督になればいいのにっていうコメントすごく多かったですね、僕もそれすごく賛成でしたね、
僕もそう思いました。あの湘南ルートとして、そんな感じかな。まあこんな感じで終わろうかな、そろそろ、確かに吉田監督とか田坂監督ね、田坂ね、そう田坂って言っちゃったけど、僕もわかるわ。あとあれかな、秋葉監督とかもね、良かったっすね、本当に、あのなんかね、修正力もあって熱い人って僕好きですね。こうペップも好きだしさ、なんだかんだ僕あれっすよ、監督で好きなのって、まあ当然ながら1位はごめんだけど反町さんなんすよ、当然ながらね、当然だよこれは。あの僕がだってこう戦術分析をあのやる上で、あの教わったのはある意味なんだっけ、あの反町さんのリスペクトとか、反町さんのこう知人から聞いたあの講演会のやつですね、で結構教わりましたね、反町さんから、いろいろと。で反町陽子とかね、結構好きでしたね。なんだっけ、左手にロジック、右手に情熱だっけ、はい、一番大好きな言葉ですね、情熱と論理が必要っていうのは。本当に頑張ってほしいですね、反町さんね。ね、またね、あのなんかね、違う形でいいから山賀に戻ってきてほしいですね、反町さん。本当にね、そしたらね、また講演会やってほしいですね。はい。戦術の授業ですって感じで。反町塾みたいな感じで。あ、そう、反町塾みたいな感じのやつね。そう。やりたいね。あとは、あ、忘れた。マモルさんありがとう。本当に。めっちゃいい人。前半戦のベストゲーム教えてください。わー、これね、もう僕ダントツでね、決まってるんすよ。これね、ダントツで決まってるのが、内容の面で見たら、新潟戦。やっぱ、新潟戦。前半戦のベストゲームは新潟戦。内容で見てのダントツは、それですね。で、僕が、シンプルにこの試合すげえ印象に残ったって言ったら、僕はですね、実はザスパ草津群馬戦なんですよ。その時って山が最下位に落ちた時の試合だったんですよ。落ちた時ってここからあのザスパ草津に勝って、群馬に勝ってまた最下位脱出するってやつなんですけど、あの時の流れてきてたリモートのなんかあるじゃん、音声みたいなやつで、その時に流れた山川が好きだからっていうちゃんとが僕あれでしたね、はい、好きでしたね。であとはあの時のアルビンの雰囲気がほんとすごすぎた。手拍子だけなんだけども、四方八方から全部手拍子聞こえてくるんだよ、アルビンから。で、あとは、大野選手の最後決めたっていう感じで、山賀劇場ですね、はい。なんで、内容で見たらアルビレックス新潟戦。で、現地とかそういうので見てたら、僕が単純に印象に残ったのは、ザスパ草津群馬戦ですね、はい。本当にすごかった。いやー、本当にね。あの時のね、多分僕、山川はあれでしたね。山川の雰囲気はね、こう、コロナ禍でも声出せない中、どういう風に応援していけばいいかってところで、まあ、手拍子があるんだってところで、そう、手拍子で後押ししようっていう姿、本当に素晴らしかったし、で、やっぱ僕、なんだかんだ僕、あれだったんですよ。反町さん離れて、山川追いかけるのやめようかなと思った時に、やっぱ山賀のサポーター好きになれて、そう、山賀サポの最大の魅力って、あの鹿島は勝利に貪欲なんですけど、山賀サポは熱くて優しい人たちですね。熱くて優しい、諦めの悪い人たちばっかですね、はい、これかなって感じがします。僕は山賀サポの一番の魅力は熱くて優しい、諦めの悪いやつら、噛んじゃったけど、そう、熱くて優しいね、諦めの悪いやつらですね。ね、降格だっつってんのにね、まだ諦めないのかって感じですけど、
に J1 の時の雰囲気はすごかった。ただあのガンバ戦が一番僕はあれですね、今でも一番脳裏に焼き付いてる試合ですね。本当にだってこれ降格した時のお話さ聞くとさあれだけどさ、現地でもこれ見に行ったんですよ僕。本当に 2,3 日寝れたんだけどもさ、こう降格したその日さホテルで泊まったんだけどマジで寝れなくてさ、そう、守さん僕は甲府戦かな。ああ甲府戦ね、そう甲府戦ね、現地行った人は本当に羨ましいですね。僕あれ現地行かなかったんですよ、その日確か徳島じゃねえわ鹿島と徳島戦のリアルタイム生配信やったんで、その時ね鹿島がね監督変わっちゃって、まあ山賀が一番好きなんですけども、当然ながら鹿島もそれくらいもう今は同じくらい好きになってるんで、はい、さあそんな感じかな。あとは後半戦は後半戦は若手センターバックにかかってる、なんとか一桁順位入っていい補強したいね。まあでも僕はね補強っていうのがねあんまもうしない方がいいなと思って、だってさこれ印象悪いじゃん山賀の今やってることって。これだってさ補強してさ、あこの選手合わなかったじゃあ捨てっぽいって感じだ、そう使い捨てみたいな感じになっちゃってるからさ印象悪いじゃん。このクラブにいたら自分長くいられねえなっていう感じになっちゃって、だとしたら僕あんまね補強っていう言葉はあんま好きじゃないですね。あとは、明日は荻原対策で右前左下川でいいんじゃね。ああちょっと後で見てみるね、東京ヴェルディじゃなくて京都サンガ戦ね見てみるね。明日もね応援しましょう、ね、あとはマジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら栃木、栃木と言ったら咲いてラフプレーと永遠に悪口続きそうね、これはちょっとさ、うん、栃木ねちょっと気の毒だけどさね、確かにマジカルバナナのあれにちょっと似てるけどな、ユニフォームね。マジカル栃木になっちゃってるけどな。マジカルバナナじゃなくて、マジカル栃木です。はい、あとは、チームとしての方向性が定まってきた感じ。ね、そう。チームのね、僕雰囲気っていうかさ、こう何がしたいかとか何をやりたいかっていうところをさ、七海監督本当にしっかりしてきてんなと思ってて。で、やっぱ山柄らしさっていうところも入って、守備からやっぱやってきますね。あとはわあめっちゃ嬉しいこのコメント、エイジ北原さん、松山さんの解説は分かりやすいです。いやー本当にありがたいね、本当にねめっちゃカミカミのね解説してるけどさ、今日もごめんね、実はさこれ陰でさ今日隠れてさお酒飲ってるんだよ、はい、はい、週末なんで。本当にめっちゃありがたいね本当にね。アルウィン行ったらさ最近さこれさ声かけられるんだよね。そう1年前実はあんま声かけられなくて、でここ最近っていうかさ今シーズン始まってさめっちゃ声かけられるんだよね。そう松田さんですかとかいつも見てますとか言ってありがとうございますって言ってるけど、本当にねありがたいです本当にね。ちょっとみんなねこれ楽しいからちょっとね最近っていうかさごめんね、生配信が増えた理由がさ、これさ生配信増えた理由がさ完全に僕が動画を作るのがめんどくさいっていうのもあるんですけど、こうやり取りをしてるのがさ楽しいからさ、サッカーの話を通じて。ね本当にあとは、守さん、明日のキーマンは、明日のキーマン、
明日のキーマンはですね、明日のキーマンか。明日のキーマン。頑張れ、時田くん。かな。かな。うん。頑張れ、時田くん。頑張れ、星京安選手って感じで。ね、星京安選手のラインコントロールがかかってますよ、明日。てか、星京安選手、明日、当たる選手、あれですからね、明日当たる選手がさ、イスマイラかもしれないし、ウタカかもしれないから、そう、1対1頑張って、星京安選手。ね、頑張ってね。はい。あとは、お、キャラボスさんだ、ありがとうございます。鹿島サポなのに本当申し訳ない。ね、あとそうそうそう。鹿島サポの方もさ、なんか最近さ、ね、キラボシさんをさ、中心にさ、山川の試合見てますっていう感じでさ、マッタンさんをさ、きっかけに、山川の試合見始めましたっていうさ、コメント来てさ、すげえ嬉しいなと思って、なんかこんなね、いつも戦術のことに関してさ、なんか、偉そうに語るチャンネルなのにさ、はい、本当にね、ありがたいな。ね、キラボシさんもね、ほんとね、山川の試合ね、気にしてくれて本当にありがたいです。鹿島サポなのに。ね、あとはね、そう、山川サポが鹿島の試合見るっていう人もいますよね。いや、ほんとにね、こう、山川サポと鹿島サポがね、僕のチャンネルを通じてね、交流してくれるの、ほんとありがたい。エイジキタラさん、松田さんの人柄を画面からも伝わります。あんまこれ読まないようにした方がいいかな。はい。ケンタさんは、あ、でもこれ、じゃあ、ね、エイジキタラさん、これちょっと僕反論させてもらって、これですね、僕、ケンタさんに関しては、すごくあれです。サッカーのことをすごく詳しいなって思ってて、やっぱ、で、あとは、ポジティブ、基本的に、ポジティブなコメントをやっぱ残しますよね。ポジティブ。で、やっぱ、なんていうの？ケンタさんの動画って僕やっぱ思うんすけど、なんかこの後の試合を楽しめるっていう感じの動画出してくれてるんで、そう、基本ポジティブなんすけど、こう森保さんの動画を見てね、そうそうそう、そう、だからそうなるとね、ケンタさんは僕上から目線ではない気がしますね、はい、むしろ結構下からですね。僕の方が割と上からかもしれないですよ。だってサッカー経験してないですからね、僕陸上経験者っすよ。で、森保采配のことに関してさ、偉そうに言ってるからね、そう、偉そうだなって言われそうですけど、でもただリスペクトはしてます。はい。あとはいやもうね、そんなおだてなくてもいいっすよ、皆さんね、もうね、ほんとありがたい、守さんね。てか守さんマジでいい人すぎるでしょ、ほんとにね。え、ま、確かに松山さんの解説は分かりやすいですね。話もうまいし、いや話僕ほんと下手くそですよ、ほんとに。いやねえ、もう守さんちょっともうやめて、恥ずかしい、もうやめて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 、守さんね、もう恥ずかしいよねえ。松田さん本当に人柄がいいってね、配信時間も正確にスタートしてくれるし、これはあれです、僕は基本的に結構あれなんですよ、割と時間にうるさい男です、僕は。い、こう見えて割と時間にうるさい男なんで、はい、ちゃんとこう届けるものに対してこの配信時間にちゃんとスタートしなきゃダメだなって感じで、いやーマジでありがてえ。で、あとはエイジキタラさん、松田さん、ありがとうございます。偏見あったかもね。そうそう、だから、ね、こう偏見をね、変な偏見を広めずに、広い、まあ広い視野で持っていきましょう。あとはよく気づきましたね、エイジキタラさん。そうそう、みんなね、突っ込んでくれなかったんだよね。そう、松田さん関係ないですが、髪の毛切りました。髪の毛切りました。はい。今日切りました。そう。よく気づいたじゃないですか。みんななんか、いやー、ほんとに。いやー、ほんとマジでな、このチャンネルな、最近すげー感じるのはな、視聴者の方がいることによって支えられてんなって思ってて、はい、
とは、いやもう本当ありがてえ。あとは、松本山が良すぎだと僕、明日は小手川がキー。ああ、確かにわかる。サイドで起点を作る動きが大事。相手のサイドバックは極端に上がるので、そこのスペースをうまく利用し、崩していきたい。あとは若手センターバック、特に宮部、荻原封じに、封じだ、封じろ。荻原を封じろ。はい、確かに。ああ、確かにな、そう。うん、確かにわかるわ、うん、極端に上がるからね。あとはいや、ね、松本山が好きだとこくんもやめて、ちょっと恥ずかしいよ本当に。松本さんの解説はマジでわかりやすい、的確、コメントも全部拾ってくれるのは嬉しい。いやあのね、コメント全部拾うのはね、基本あのなんかやばそうなコメント以外拾います、僕本当に。あのだって話してくれてるっていうかさ、僕のチャンネルまだまださこの程度なんだけどさ、あの本当にあの来てくれてるからさ、その人たちに対してさやっぱ楽しんでってほしいからさ拾ってるんですよ一応。うん、そうなんでね、できるだけ拾ってその人が楽しいなって思いをしてくれて、あまたこのチャンネル来たいなって思ってくれるような人になりなってたいっていうかなってたいし、であとこの人とサッカー見ててやっぱ楽しいなっていう人になりたいですね僕は。あとは学べるとか、はい、てかやっぱ一番サッカー楽しいと思ってくれる人の方がいいですね。なんでここだけしか言えない話とかも言います、はい、まああとはね、実際現地であったら僕あの山川の試合基本的に全部いるんで、はい、あの声かけてくれれば全然話しますんで。で実際あのこれレッドタグさんのさ、あの方、あのタギリストさんって方がさ、いるんですけど、制限金沢の。あの実際お会いするとどんな人ですかっていうと、サッカーに対してめちゃくちゃ熱い人ですって言われました。はい、そうなんですよ。サッカーに対してだけは僕本当に熱い人間なんですよ。基本いつも冷めてるんですけど。あとは、キラブさん、清水ガンバ戦を見てました。どうだったでした？どうだったんでしたって言っちゃったけど、どうでした？ガンバ勝ったんだよね。なんかガンバのさ、なんかプロ初デビューの子がなんか点決めたんすよね今日。あれなんかくるくるになっちゃってるから、大丈夫かよ。ちょっとねガンバも試合あったら見てみますね。あと清水ちょっと気になってるんですよ、松岡も加わったんで。はい、あとはキラボさん、山川京都か。そうなんですよ、京都なんですよ。試合見れたら見ますね。ね、ぜひね、お願いします。で、あとね、そうそう、鹿島に関してはね、あの15日、リアルタイム生配信やるんで、ぜひ遊びに来てみてください。ごめんね、ちょっとくるくるしちゃってるね。ごめんね、ちょっと止まっちゃってるね。そうそう。この時間ね、みんな生配信よくやるからさ。あとは、まもろさん。へえ、そうなんですね。仕事は営業の仕事やってるんですか？話が伝わりやすい。あ、してるんですかって疑問形か。いや、全然違います。まあ、普通の会社員です。はい。会社員です。ちょっと仕事は言えないです。何をやってるかは。まあ、ただ、あの、何かを伝えるっていうことは意識はしようとしてますね。はい。それだけは。一応仕事中に頑張って今意識しようとしてるところですね。こう伝えるってところは。あとは、エジキタラさん、はい、美容師やってて職業病です。あ、へえ、美容師なんですね。ぜひね、あれっすわ、それだったら実際現地でお会いしてもらって、ちょっと、その美容師行きたい、美容室行きたいっすね。ちょっと、サッカーの話しながら一緒にいませんか？はい。ていうか、髪切ってくれません？あの、美容師で、僕がサッカーの試合見てるんで、あの、髪切ってくれませんか？実際、ちょっと現地でお会いしましょう。はい。あとは、デイジキタラさん、僕は J リーグからサッカーを見て24年見てますが、松安さんのように、サッカーを見る目がなくて、
サッカーを見る目なくて、戦術眼など何で勉強したんですか。あー、この質問ね、そうそう、そろそろ答えたかった、実は。僕ね、実際サッカーを見る目線っていうのは、サッカー見る目線、サッカー見る目っていうのは最初僕も分かんないですよ。あ、ドリブルすごいなとかパスすごいなっていう感じなんですけど、なんで学んだかっていうと、基本僕は本です。基本僕は本で学びました。本で、本と、あと僕がこれ一部の方に言ったことあるんですけど、僕がその YouTube チャンネル、この YouTube チャンネル始めるに至って尊敬してる人が一人いまして、それがやっぱ伝えるってところで、レオザフットボールさん、そう、レオザフットボールさんみたいにこう伝えるってところを意識していきたい。だってレオさんの動画さ、見に来てくれてる方とかいればさ、あれだけどさ、あの人日本代表とか海外サッカーを中心に喋るんですけど、知識量も半端ねえし、であと自分が今監督やってるから、 SC シュアボっていうね、監督もやられてるから、そういう監督目線でのこともいろいろ言えるし、そう、あと練習メニューのところとかね、あとはここの時でこういう現象に起きましたっていうところを、もともと吉本所属の芸人さんだったんで、そういうところをすごくね、分かりやすく伝えて、面白く伝えるんですよ。分かりやすく面白くっていうところがありまして、そういうレオさんの動画見て戦術的なものも学んで、あとは本とか、あとは僕は今サッカーを見るときに意識してるのは、サッカーを一つボールを持たない選手を見ようとします。ボールを持たない選手、そう、これみんな意識してみてください。ボールを持たない選手、特に守備の時だったら、前線ボールに近い選手じゃなくて、ボールに遠い選手って何してるのかなとか見てもらって、その時のコーチングとか、その時の指示とか、あとはその時のベンチワークとか見てもらうと、そのチームのいい悪いっていうのは分かれるんで。で、サッカーを本、なんていうの、この戦術的に学ぶっていうのは、実際割と誰しもできることなんで、そう、誰でもできるんですよ、これ。例えばなんですけど、ね、本当に、ここの時に、ここの時になんで佐藤和弘をセンターバックのところに降りたんだろう、最終ライン降りたんだろうなっていうところとか、あとハイライトのところで、いろいろ解説っていうかさ、こう、いろいろ想像してみればいいです。なんでここの時にニアで合わせたんだろう、なんでここの時にファーで合わせたんだろう。まあ、近い位置で合わせたのか遠い位置で合わせたのかっていうところで考えてみて、そっから始まるんで戦術分析っていうのが。そう、ボールを持たない選手っていうところを意識してみると面白いです。で、あとは選手のこの特性、そう、選手の特性ってところで、この選手特にだったら、じゃあ今日だったらここの水戸の柳沢選手って選手がいるんですけど、まあこの選手ガンバに移籍したんですけど、このアップダウンの動き得意ですし、クロス精度のところもいい選手で、あと、まあ、山形だったら一番馴染み深いな、藤田いぶき。藤田いぶきが僕前から言ってんのが、ちょっと早口口調で申し訳ないですけど、ボールを奪ってから、前に運ぶ動き、これが得意な選手なんですよ、藤田いぶきって。そう。で、こういうところを今、山形で使われてるから好調だよとか、そう。もともと選手の特性を知った上で、それでもってサッカーの、なんて言うんだろう。ボール持ってない時の動きとか、ボール持った時にどうしてるのかとか、どういう判断してんのかっていうところでつなげていくと、サッカー戦術分析っていうのは、徐々にできるようになると思います。なんでちょっとね、難しいかもしれないんですけども、最初の間本当に疲れますし、なんで、ね、ぜひ目線で見てみると面白いかもしれないです。で、あと戦術分析やって一番いい点っていうのは、いかに選手を愛せるかってところですね。だからこの動きされてる時の選手、この選手は、あ、今いい、楽しめてんだろうなっていう感じがありますよね、うん、そっから戦術分析が生まれるんですかね。あと近道から言うと、将棋とあと皆さんあれ好きです、戦国時代好きです。戦国時代好きな方いたらちょっと教えてください。僕実は戦国時代めちゃくちゃ好きな人間なんですよ。そう、中学っていうかさ、高校の時にマジの話、図書館に孫子の兵法あったんですよ。
孫子の兵法読みましたからね、本当に現代語訳みたいな感じのやつ。あとはキラボスさん、明日鹿島サッカースタジアムで生配信見ますね、ありがとうございますね。雨ね、降ってるから気をつけてくださいね。上田とピッカー練習合流しました。へえ。ね、綾瀬とね、ピッカーね。ね、ピッカーは本当重要ですね。はい、あとは、エジキタラさん。いや、本当にありがとうございます。なるほど、勉強になります。いえいえ。質問ですが、今はサッカーはハードワークでスペースもなくて典型的な10番でトップ下見てきた世代なんですが、もうトップ下を置くようなサッカーは復活しないと思いますか？いや、それはないんじゃないですか？トップ下っていうのは実質なんて言うんだろう、まあ日本代表みたいな感じだったらトップ下を置いた方がいいんですよ。そう、ここがこっから攻撃のリズム、久保建英から攻撃のリズムとか攻撃のところで中心のところで軸を作れるんで、だとしたら久保建英をトップ下やるんですよ。だとしたら久保建英がトップ下の方が合うっていう判断に至りますし、まあその時にもよるんですけど、そう、まあトップ下がダメと言い切れないんです。ただ今の現代サッカーで、あの川崎フロンターレとかマンチェスターシティとかリバプールが結果残してるのは 4-1-2-3 なんですよ。となると、で、あとは5レーン取るところ、そう、ちょっともう話脱線しまくって申し訳ないけど、ね、5レーン、これ5レーン取ることができて、この 4-1-2-3 システム、サイドバックが上がったりとか、ウィングが張ったりとか、インサイドハーフがここ行ったりとか、そうで、パスつないでってっていうことをやるんで、なんでそうなると5レーン取った攻撃をやるにはトップ下を置くよりかは 4-1-2-3 組んで攻撃した方がいいんじゃないかっていう、まあ僕なりの考え方です。これはどうですかね。あとは可変のシステムが効きやすいっていうのがありますね、 4-1-2-3 の方が。あとはエイジキタラさん、お、戦国時代好きです。あ、じゃあだったらあれですよ、戦国時代でやった、じゃあ例えばなんですけど、政策とかそういうの見てください。豊臣秀吉がやったこととか織田信長がやったこと、僕実はあれなんですけど、好きな武将が3人いまして、僕3人いて、そのうちの1人が、真田昌幸と真田幸村、まあ2人いるんですけど、真田昌幸、真田幸村で、3人目が武田信玄なんで、で彼らがなんで戦国っていう世の中を勝ち抜けたのかっていうところを読んでみると、あのサッカーをあのちょっと結びつけるの難しいんですけど、サッカーでも同じ対応してるクラブがあるんだなっていうところで見てみると面白いんじゃないですか、結構、うん、ちょっとざっくりになっちゃって申し訳ないですけど、だからね、そう、戦国時代の生配信とかやろうかな。いや、戦国時代僕結構熱く語りますよ、本当に大好きですからね、もうこう見えて。そう、あの大河ドラマのさ、キリンが来る、すごい良かったっすね、本当に。あのあれ見てほしいな、でもキリンが来るは本当にね、元から知ってるけど、明智光秀っていう人柄、そう、裏切り者のイメージあるんだけどもね、実はそんなことないんだよっていうイメージがね、本当に変わりますからね、はい、ぜひ見てみてください。戦国時代は本当にあれですよ、こうサッカーとつなげられますよ、本当に。そう、例えばなんだけども、じゃあ、日本代表の今の状態、日本サッカー協会の状態と戦国時代結びつけたら、あれですね、崩れかけそうになる、あの武田家の末裔みたいなやつですね、武田家の終わりみたいな感じかな、もしくはあれですね、あの織田家の滅亡とか、織田家の終わり方に近いです、織田信長っていう心臓がなくなった時のに近いかなって感じがします。ただ一番もっと近いのは幕末ですね、はい、幕末が一番近い。そう、あとなんだろう、うん、ああ一番いいのはあれかな、武田家の滅亡と、あれかな、武田家の滅亡と一番結びつけられるのはマンチェスターユナイテッドですね。あのファーガソンっていう絶対的な主柱がいなくなった後、低迷したんですよ、マンチェスターユナイテッドっていうイングランドのチームがあるんですけど、プレミアリーグの。
そこと武田信玄亡くなった後の武田勝頼が長篠の戦いで惨敗した後のその後の武田家の滅亡の仕方が結構似てるんだよなと思って、はい、そんな感じかな、はい、ちょっと、ね、戦国時代のやつね、そう、エジキタラさんね、やりますか戦国時代、ね、戦国時代とあと僕はあれが好きですね、漫画で進撃の巨人が大好きですね、はい、あの進撃の巨人に関しては12月アニメやるじゃないですか、アニメみんなで見ますかね、アニメみんなで見よ、もうせあの進撃の巨人はみんな見てほしいな本当に、どうやったら人間に勝てるんだって感じで、うん、はい、あとはエイジキタラさん、万有て、万有低迷しましたよね、そうそう、万有ね、あ消えちゃった、ユナイテッドはね、そう、あ、 あとさ、そう、今シーズンさ、ちょっと僕起きられたらさ、明日プレミア開幕なんすよ。明日さ、自分、まあ明日、山川の試合見に行った後、反省会もやるんすよ、当然ながらね。そうそう、松本山愛すぎだ道具ね、そうそう、反省会やるんで、ぜひ来てくださいね。そう、反省会もやるんで、ぜひね、来てください。へぇー。万有低迷しましたよね、ギグス見てた世代です、へえ、すごい昔ですね、ギグスは僕知らない世代ですね、僕サッカーが本当に興味を持った頃っていうのがブラジルワールドカップ終わりらへんなんで、あとそうだ、その 戦術っていうかさ、戦術とちょっと関係ないけど、日本代表が強くなるっていうことを考えるヒントになるのは川崎フロンターレのサッカーと、浦和レッズがやってるサッカーと、あとは去年の徳島ボルティスでやってたサッカーと、あとオシムさん、オシムさんのやつか、オシムジャパンの動画さ、オシムジャパンさ、多分 YouTube でさ、オシムジャパンって調べればさ出てくると思うからさ、ちょっと見て、オシムジャパンがやってたサッカーが本当に僕すごいと思ってるんで今でも、うん、あの時代5連理論がない時代に5連を取るっていうところとかやってるんで、そう、だからオシムさんのねやつ見てほしいですね、オシム式練習とかね、そう、面白いんでぜひ見てみてください。そんな感じで終わりたいと思います。そんな感じでね、本当に見に来てくださった本当に皆さんありがとうございました。噛んじゃった。本当にね、見に来てくださった皆さん本当にありがとうございます。本当にね、嬉しいコメントねいっぱいありましたので、それは頭に覚えておきます。はい。ね、明日はね、京都戦ね、楽しみましょう。そしてね、勝ちましょうね。はい、雨かもしれないんで、花火上がるかなっていうところは心配なんですけども、はい。ぜひね、勝ちましょう、明日。本当に。勝って、気持ちいいね、松田 SC の反省会やりましょうね。はい。多分、9時半とか10時くらいにやると思います。はい。であとは、そうかな、あとはリアルタイム生配信か、あとは徳島戦かな、鹿島対徳島戦の、リアルタイム生配信、やりますので、ぜひそちらの遊びに来てみてください。日曜日やりたいと思いますので、お楽しみにって感じで。ね、エジキタラさんね、オシムジャパンのスイス戦最高ですって感じで、ね、オシムさんのスイス戦は確かに最高。僕もわかる。僕結構何試合も見返しましたもん、本当に。そんな感じで本当にね、来てくださった皆さんありがとうございました。そんな感じで明日のね、反省会ねやりますので、そちらの方ねぜひね、試合終わった後に皆さん、ストレスを吐く配信かもしれませんけども、ぜひ遊びに来てみてください。そんな感じでした。というわけで次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。